こんにちは。ここは静岡県の河津町です。河津のですね、湯賀野温泉というところなんですが、こちらにありますが、郵便局、まあなんでなのかというと、これから泊まる旅館がクレジットカード対応なんですけど、私が現金をあと600円ぐらいしか持ってないんで、これはまずい。ちょうどですね、5時までやってる郵便局がありました。いや、助かりました。ここまでは東京駅を朝の9時に立って東海道本線の特急電車踊り子号で来ました。踊り子という特急列車の名前は言わずもがな、日本人史上初の、ノーベル賞作家川端康成の伊豆の踊り子に由来しております。で、その伊豆の踊り子というのは割と実話に近いというか、おそらくほぼ実話なんじゃないかなみたいな話なんですが、まあ、その、川端康成が旅をした、東大生時代かな、その、泊まった宿がですね、ここにありまして、まあ、他にもたくさんそういった宿が伊豆の踊り子の旅の中で登場したと思われるところはあるんですけれども、ことさら作品の中に登場するこれから泊まります湯賀野温泉の福田屋さんというところ、当時そのまんまでまた残ってるわけですけども、そこはまた人気があるそうです。なんであんな工場を映してるのかって、あそこにもね、天城生コン、踊り子が愛した若鮎と花の里って書いてありますが、まあ、踊り子は多分移動の都合でここに立ち寄っただけだと思うんで、そんなに踊り子が愛したっていうことはないんじゃないのかなと思います。川端康成を愛したと思いますよ。湯賀野バス停からね、歩いて500メートルのところにあります。大変趣のある階段だ。もうすぐそこみたいですよ、川沿いの。ああ、確かに小説でもなんか読みましたけどね、川の向こうから橋を渡ってどうこうみたいなの聞いたな。一度も行ったことがないのに妙に見覚えがあるっていうのが面白い景色ですね。はい、かしこまりました。1階に降りて、それから、どちらへ伺えばよろしいでしょう。で、夕飯の時間になりまして、夕飯食べてる間に上でご飯で、まじで布団敷いてくれるらしいんですけども、これですね、わさびご飯ってものなんですよ。こう開けるとこう、美味しそうでしょ、こう、かつお節が踊る。まあ、私、かつお節は好きなんですけど、わさび苦手なんですが、このわさびはね、意外といいけど、おいしいですね。お醤油を食べて、猫まんま的な食べ方をするのかな。お吸い物も立派でございます。で、それから、こちらですね、お頭付きの随分大きなカサゴの唐揚げとか、サザエのつぼ焼きとかですね、お下は盛り塩だな、鴨、茶碗蒸しも蒸したてですよ。どれも素晴らしい。でこちらにおります、こちらはイノシシですね。イノシシっていうのは多分この辺でも出るんだろうな。さっきもね、踊り子の歩道ですか、山道を歩いてる時に414号線をもしイノシシが出てきたらどうしようと思って調べて、福岡県の公式ページ見たら、イノシシは自分から逃げていくそうですね。基本的にクマと同じような対応の仕方をすればいいそうです。それからね、このお刺身と最終的に、これすごいと思うんですけど、金目鯛ね。皆さんも金目鯛って食べる機会が少ない方もいると思うんですが、もう基本的に伊豆半島の名物ですけども、こんなに大きいのないです。通常ね、この半分ぐらい、まあ、味は大きくても小さくても美味しいと思いますが、こんな大物初めて見た。ちょっとデラックスすぎるな。部屋も随分広いしね。早速なんか食べてみようと思うんですけど、何かな、一番気になるのはやっぱあれだな、金目鯛も気になるんですけど、このあったかい鰹節のかかった、わさびご飯を食べても醤油、お吸い物とかね、その他いろんな料理に菜の花が入っています。お酒食べちゃったか、これ聞くですけどね、結構ね、伊豆ってのは川端さんも書いてましたが、随分あったかいところだそうですけど、そんなに、僕はあったかいとは感じない。まあ、ただ今日も風が強い割には寒くはなかったな。お刺身も当然、まあ、美味しいんだろうと思うんですが、マグロですよね。確かマグロは、まあ、静岡県では結構どこでもたくさん、美味しいですね。美味しいしか言えなくて申し訳ないですけど、教養がなくてこれは何だか存じ上げませんが、今気づきましたけども、これ伊豆の踊り子の第2部の始まりのとこかな。湯賀野までは川津川に沿ってなどこう、たった、なんどうこう書いてあります。部屋に置いてある本をね、そのまま持ってきたんで、それそのまま読めばいいんですけど、
まあ、これだったらあの食事中に本読んでも別にいいでしょう。湯河のまでは川津川の渓谷に沿って三里余りの下りだった。峠を越えてからは山や空の色までが南国らしく感じられた。でこういうことを書いてあるやつがね、全部さっきバスで通ってきた道なの基本的に一緒なんで、あ確かにそうだったな、ずっと下り坂だったなとかね。三里余りとは12キロなわけですが、 あれはそんなに長かったか、なんかループの端のところ良かったな、そんなことね、あの思いながら、昔の人 あの非常にあの日本一優れたあの文章を書く人 の案内に沿ってですね、あのそれと同じ景色を楽しめるって、こういうあの旅行として単純に質の高いもんだと思いますけどね。旅館の平食の何がいいかってね、先に全部料理が準備されていて、まあ後からあったかいものとかが出ますが、いちいち料理の説明とか手間のかかることがないことですよ。究極のマイペース、特に部屋食ってのはいいですね。落ち着いた別の自分の家に帰ってきたみたい、全てが整った家に引っ越したみたいなね、そんな贅沢な感じで、食ったこともないような美味しい料理が出てくる、こんな最高な体験ないですよね。正直目的地はどこでもいいから、旅館に泊まるっていうことを、ね、重視した旅行をするっていうのもいいと思いますよ。もうそうそう、結構火が通りやすいですね、意外と。これがイノシシでございます。もう良さそうか、あんまり通すとなんかイノシシの肉ってあんま食べないけど硬くなりそうですもんね。まあ豚もイノシシの改良なんで、基本はイノシシと豚と変わんないのかなと思いますけど、こうあるな。で匂いはどうかな、するかな、うん、あんましないな、普通の肉って感じですね。あ、これまずいな。それではあれがなくなってしまう、ちょっと火を弱めて全部入れるか、蒸発したら終わりなんでね。で、ちょっとね、訳があって、あの少し夜になってるんですけども、あの部屋からこう入ってくると、これなんかヤシの木に見えますけどね、これそうだな、あのこの建物多分なんか私が知る限りは140年前に建てられて、おそらくそのまんまなんじゃないかな、もう明治の初め頃に創業した旅館だそうです。で、あの入るとですね、あの迎えていただいて、でどうぞどうぞお上がりくださいと言われて、あの私は靴はこの辺適当に脱いだわけですけども、それはね、あのどこか行きまして、まあ、要するにあの片付けていただいたというわけです、気づかぬうちにね。で上の部屋にご案内いただきます。これびっくりしたな、こんなサインがドバッと置いてあるところなんて初めてなんですけど、これですね、あの川端康成先生の直筆、明くる朝の9時過ぎにもう男が私の宿に訪ねうんぬんとこう書いてありますけども、これはあれですね、文学碑除幕式の碑にここで書いたということですが、あのもういろんなところにですね、あの伊豆の踊り子の文学碑が立ってるんで、あのそれがどれのことなのか分かんないんですが、あの一部分のね、あのこの福田屋に、学生時代の川端さんが泊まって、そして朝目覚めた時のシーンがそれにこう書いてあると。でこんなこう日本人を守る会のやつが提灯がこうかかってますが、あの向こうでね先ほどご飯を食べました、後ほどあのご覧にいきますが、あのこんな階段を上りまして、で上の階にはですね、私が見る限りでは部屋がどうも2つあるようですが、もうちょっとあるかもしれない、こちらは踊り子7号室です。でこの踊り子7号室はすごいですよ、これ山口百恵と書いてありますが、あの他の人はですね、私はちょっと存じ上げないんですけど、あの国鉄 の歌を歌ってる方ですね、あの百恵ちゃんは私も存じ上げておりますが、あの山口百恵とかですね、他には、吉永小百合、JR 東日本大人の休日クラブのね、あの宣伝をされてる方ですけども、あの吉永小百合さんもですね、またやはりあのこの、部屋で、まあ、何をしたかというと、あの伊豆の踊り子の映画を撮影した、あの映画を撮影したその場所となった部屋はこちらでございます。で、あのこっちはその映画を撮影した部屋なんですけども、あちらにですね踊り子1号室がありまして、踊り子1号室はあの川端康成があの旧制一高の在学中学生時代に泊まった部屋がこの奥です、なんですが、まあ、こちらにもですねまた別の部屋があって、この部屋はあの客室では今はないようですが、まあ、昔はそうだったんでしょうね、多分このぐらいの広さの部屋が元々の多分あのそれぞれの、ね、この旅館の一部屋、福田屋さんの一部屋だったはずです。
で、太宰治東京 8K 執筆の部屋と書いてあります。あの太宰治がですね、あのここに泊まって、それで、まあ、こんな雰囲気、こんな感じ、立ち入りは禁止ということになってますけども、まあ、こういうところで東京 8K って、すみません、私はちょっとあまりにも不勉強なので存じ上げないんですが、あのそういう本をこれ書いてで、こちらガラガラガラ、これですね、照明はちょっとあの上のやつ付け方が分からなかったんで、あの僕は自分であのスマートフォンで家庭的にあの勝手に照らしてるんですが、小説伊豆の踊り子の一高生川端康成が3泊したお部屋と書いてあります。実際に伊豆の踊り子であの1泊した後に、あのもうちょっとここで泊まっていかれませんかというふうに、あの伊豆の踊り子一行にですね、あの言われまして、じゃあ泊まりましょうと言ったの、2泊延泊したんで3泊した部屋なんですけど、まあ、そこにこんなものが立ってるで、まあ、多分これね、もうここから入ると超この部屋広いんですよ。広いんですけど、あのそれをこうぐるりと取り囲むように外周の通路みたいなものがありまして、まあ、おそらくここね、もともとはね、あのここの襖で2つ分の部屋だったのを今は1つにくっつけてるんじゃないかな、入りますけどね。こんな感じのこうバターンとするやつがこれが今取り付けられてまして、外はですね、河津川のせせらぎですよ。これね、で、これがあの旅館の部屋でございます。こんな感じ。あの、こういう風にですね、障子で仕切られているのは他の部屋と同じなんですが、この部屋は豪華し、他の部屋よりもちょっとなんか値段が確か上になっていたんじゃないかなと思いますけど、ね、こんな感じでこう、周りをぐるっとこう取り囲むような感じで、通路的なあの巡りがされてますが、まあこれはおそらく昔は客室ではなかった部分。ここから向こうがあの今は客室の外ということになってますが、見ると上がこんな感じで吹き抜けなんだよね。昔はここも誰でも立ち入ることができたはずです。で、ここから向こうはトイレなんですが、多分このトイレも昔は誰もが使う共用のトイレだったのを、この部屋用のトイレとして今は使ってるんじゃないですかね。こっちもね、押し入れがあるんですが、あ、今はあれですね、布団敷いてもらってるから押し入れも中身がなくなりましたけども、よいしょ、ここも多分元々が共用の物入れとかだったんじゃないのかなと思います。部屋はこちら、まあ、まず奥の部屋から行きますけど、この周りがね、ここ全部ぐるーっと向こうのこっちまで通路が巡らされてるんですよね。で、おそらく元々はここが昔これで一部屋で、それからこれと敷き挟んで向こうがもう一部屋だったんじゃないのかなと思います。まあ、おそらく川端康成が泊まった時の部屋はこんな感じだったはずです。これですね。で、この襖よりも向こう側はお隣のお部屋なんですよ。こんな襖1枚で隣の部屋と隔てるっていうのはね、今の日本だとあんまりない感覚かもしれませんけど、でもうちのチャンネルでも前ご紹介しました、山形のね、滑川温泉福島屋さんとかは湯治部屋なんかで未だに江戸時代のね、こういう襖で仕切るような部屋とかありますんでね、あそこもいい旅館ですが、ここも素晴らしいな。これも明治の初め頃の旅館の形を基本的にはそのまま受け継ぎます。で、早速まあ昔の、旅館の案内はですね、川端先生にお願いした方がいいのかなと思うんですけども、ここに伊豆の踊り子の本がありますんで、ここに日本一うまい文章で100年前のこの部屋のことが綴ってあります。部屋は薄暗かった。隣室との間の襖を四角く切り抜いたところに鴨居から電灯が下がっていて、一つの明かりが二室兼用になっているのだった。ということなんですが、まあ、つまり、このお部屋は、お隣との間を襖で区切っていて、まあ、おそらくこういうところ、これがですね、これが、こう、昔はこう、切り抜いてあったんでしょうね。まあ、これ、つまり似たような形をしてたわけですよ。で、鴨居というのは、まあ、ここなんですけど、多分、僕の間違いでなければ、ここからこう、ブラーっと電灯がこの辺までですね、結構低く下がっていて、これが、お隣の部屋にも、こちら側にも明かりを供給する役割だと。だから、こっちの方からこう、明かりが来るんで、多分、この辺なんかは薄暗いんでしょうね。今ではね、こんなこたつまであって、もう、いやー、こたつ久しぶりに入ったな。これいいっすね。この部屋はね、川端康成とかね、そういうね、本に紹介された小説の中の世界のそのままのところに泊まれるっていうのも、それもとても伊豆の踊り子に浸りきってる感じでいいんですけども、やっぱね、こたつの魔力、それが結局のところ人間の欲望の代表的なものであって一番だと改めて認識しております。しかもなんかこのこたつなかなか高性能なやつなんですけど、弱、3、5、7、強とかね、いろいろこう強さを手元のこのコントローラーでいじるって、なんかまあ私知ってるこたつはこの中に手を入れてぐる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 とかやることなんですけど、でしかもオフタイマーとかね、タイマーまでついてるんですよ。あと5時間後に切るとか、まあタイマーはいらんでしょう。
まあ電気の使い方もったいないとかいうことももしかしたら思う方もおられるのかもしれないですけど、これがですね、このこたつがあの部屋に着いた時からポカポカに温まっていたというのがいいんですよ。バス通りからね、500メートル歩いてきて、その間冷えてくるわけです。で、川の上なんかで写真も撮って冷え冷えとしたところで、ああ、部屋に着いた、あったかい暖房で温められたこたつの中に入る。こんな幸せなことないですね。あの冬の時期に来るととても温泉旅館のありがたみを感じることができます。昔風の日本家屋、それでいて、とても温かいと、まあ、家屋というのかな、幸せなこと。後ろに置いてあるこれ、多分踊り子が持ってたあの太鼓でしょうね。まあ同じものじゃないと思いますけど、それとあのイメージしたいな、まあこんな感じのもね、僕も小説を読みながらイメージをしたもんです。それからあとは後ろにあの囲碁がありますけどもね、あの5番これはあの川端康成とそれから踊り子があの2人でですね、この部屋であの五目並べをしたとか、あのこう囲碁をね、あの碁石をこうポチポチポチとこう並べて、まあ僕もやり方忘れちゃいましたけど、あの並べると、あの並べ方がうまければ勝つみたいな、普通の囲碁とは違う、まあ将棋直しみたいなもんですよね。イージーモードの将棋、囲碁ですが、それをやったの、これはどうなんですかね、なんか本物の可能性もあると思うんですよ、これに関しては。今では2つ並べて1つのお部屋、奥はこたつの部屋、居間として、手前はこの布団を敷く寝室として別々に使っているようです。まあ特に冬の時期であれば、こういうこたつがずっと置いてあるところと布団の部屋と行き来できる、大変贅沢なことです。こちらの部屋には最新型の霧ヶ峰、なかなかいい音符を出しています。こんな高くなくてもいいんだけどなってくらい暖かいんですが、まあそれはね、あの温度調整は自由、あの冬の寒い時に入ってきて最初にほーっと温まるにはちょうどいい温度です。もちろんテレビもございます。こんな立派な大きな、うちのテレビの何倍もあるような大きな東芝のテレビ、まあ、ただこの宿はね、普通の宿なわけですけども、踊り子というのはあの旅芸人、旅のあの芸人で、あの行く先々で宿を回って、そこであのトントコトンチャンチャラパンパンパンとこう三味線を弾いてですね、それであのお客さんを楽しませるという仕事をするんですが、そういった仕事を、温泉の宿を回って、夜に働く仕事というのは、すごく癒しい仕事というふうにあの当時されていまして、まあ今でもね、あの似たようなあのことをする仕事ってあって、あのそういったところに勤める人たちのあの印象が必ずしも良くはないという現実がありますけども、あのそういうわけでね、川端康成もそういった事情から、ここで外の様子を伺い、そしてまたあの踊り子たちとそれからあの川端の泊まる宿というのは当然違うわけです。踊り子たちはライダーハウスみたいな安い、いわゆるキッチン宿、あの相部屋で雑魚寝するような部屋に泊まり、そして夜はこの辺りの宿を回って仕事をします。でそれに対して、川端康成はここであの部屋で休むというわけですが、夜の2時になっても、その仕事の音がずっと外でしているので、それについて、ずっと眠れず、悶々とした夜をですね、どうも過ごしていたようです。読んでみますか。トドントントン、激しい雨の、音の遠くに太鼓の響きがかすかに生まれた。私はかき破るように雨戸を開けて体を乗り出した。太鼓の音が近づいてくるようだ。雨足が私の頭を叩いた。私は目を閉じて耳を澄ましながら太鼓がどこをどう歩いてここへ来るかを知ろうとした。まもなく三味線の音が聞こえた。女の長い叫び声が聞こえた。賑やかな笑い声が聞こえた。そして芸人たちはキッチン宿と向かい合った料理屋のお座敷に呼ばれているのだと分かった。 2,3 人の女の声と 3,4 人の男の声とが聞き分けられた。そこが済めばこちらへ流してくるのだろうと待っていた。まあ、つまりあの芸人たちはそれぞれあのお店を回って、もしくは宿を回って、そしてあの場所を場所を転々としながらあの仕事をしますので、ヨーロッパなんかも行くとね、あのレストランにあの歌を歌う人がやってきて演奏したりして、でそしてチップもらえませんかっていう仕事をしますけども、要はそういうわけです。だからだんだんそしたらあそこが済んだら次はこっちへ来て、まあ、うちのここで仕事をするんじゃないかななんていうふうにも思っていたわけです。だからちょっとすりゃ来るだろうということで、窓開けるか。開けると冷気、そしてこの12月とはいえ虫が入ってきますのでちょっとにしておきますけどね、そしてじゃあ次はこっちに来るだろうと思ってたんですけども、しかしその主演は陽気を超えてバカ騒ぎになっていくらしい。女の金切り声が時々稲妻のように闇夜に鋭く通った、鋭く通った、そうかな。私は神経を尖らせていつまでも戸を開けたままじっと座っていた。太鼓の音が聞こえるたびに胸がほーっと上がるんだ。ああ、踊り子はまだ宴席に座っていたのだ。座って太鼓を打っているのだ。太鼓が止むと止まらなかった。雨の音の底に私は沈み込んでしまった。やがて皆が追いかけっこをしているのか踊り回っているのか、乱れた足音がしばらく続いた。そしてピタリと静まり返ってしまった。私は目を光らせた。この静けさが何であるかを闇を通して見ようとした。踊り子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった。
雨戸を閉じて床に入っても胸が苦しかった。また湯に入った。湯を荒々しくかき回した。雨が上がって月が出た。雨に現れた秋の夜がさえざえと明るんだ。裸足で湯殿を駆け出していったってどうともできないのだと思った。2時を過ぎていた。ということで、これで横川さんなんですけども、明治時代からの部屋が、まあさすがにね、こういう多分障子とかその枠自体は変えてると思うんですけど、ただ部分的にはね、例えば見ていただくと、これ分かりますかね、窓ガラスのこの歪みとか分かるかな。まあまた明日の朝もね、ご紹介しようと思うんですが、これなんかいいですよね。この辺ね、歪んでますけども、これですね、まあおそらく相当古い昔の窓ガラスなんじゃないかと思うんですよね。だからまだガラスを作る技術がそれほど高くなかったので、こういう風な歪んでる、まずこれなんか割ったらもうね、大変貴重な品ですから。よし、あ、取れちゃう、まあいいんですけど、取れちゃう分にはいいんだけど、ちょっと取りすぎたな、戻しとかないと。昔の窓ですよね、こうやって、こうこれがスタンダードですけども、よし、開けましょう。こういうやつは下を持って開けた方がいいんですよ。反対も開ける。虫が入ってくるからね、早くしないといけないんですけど、これもですね、また明日の朝も合わせてご紹介しますが、伊豆の踊り子などで登場したのともう全く同じ風景で、まあ、見たことはないですが、しかし、小説で読んだので何度かなんとなく見覚えはあります。で、向こうの方の宿屋とか、まあ、料理屋とかそういうところを、踊り子たち旅芸人一行が回ってそこで仕事をするわけですが、何やら夜の仕事で、汚いような仕事をまだ幼い、若々しい踊り子がさせられてはいないだろうかと、川端康成はここで、非常に、向こうの方を見てですね、思い悩みながらも、眠れぬ夜を過ごさざるを得なかったのだということです。じゃあ寒いので閉めます。まあ、仕事ってのはね、どんなのも大変なことがありますから、こうですよ、こうぐるぐるね、わかります。一応やり方説明しておきますけど、こうやってぶら下がったやつを奥に入れてグイッと差し込んだらネジの要領で止める。ただちょっとこれがこっちもこうかな、しっかりと合わさらないとね、これ今ずれちゃってるんで、ネジの要領でこれじゃはまらないな。昔の窓とかはね、だいたいこうなんですけど、いいのかな、これで合うわけないよな。ダメですね、多分間違ってんだな、これこっち側がちゃんと閉まってなかったわ。こうっすね、ぴったり合わせてネジで締める。どうかな、ちゃんとキュッと閉まりますんでね、しっかり閉まってる。これで OK。 そしたら反対側もこれ、僕が間違えてちょっとね、締める位置をずれちゃったんで、これじゃあ鍵はかかりません。で、よし、ぐるん回せば、右回し、はい、閉まりました。だからここに置いてあるこの太鼓とかもね、その川端康成の眠れなかった最初にこの宿に泊まったその日のね、象徴みたいなもんじゃないですか。これバチがあるから叩いていいのかな、ちょっとトントントンとかやりたいですけど、まあ、普通太鼓って夜に叩くもんじゃないと思うんで、いいですかって叩いたら叩かしてもらえそうですが、それは聞いてからにしとこう。この太鼓の音が聞こえているということは、少なくともお客さんの前で演奏をするという仕事をしているということの証拠なわけであって、あ、それが聞こえてくるんであれば、まだそんなにひどい仕事してるんじゃないんだと、川端康成はとりあえずの安心をしたというわけです。ただ太鼓の音がしてないと、他にそこでどんなことをしているかわからないから、いや、これは裏ではどんな仕事してるのかな、それが気になって、しかしどうしようもなく眠れない、まあそういうことですね。で、お風呂です。まあ夜の9時半ちょっと遅めなんですけどね、逆に遅い時間ですから、貸し切り風呂、遅い時間は風呂は貸し切りで使えるんですけど、ここもね、どうも小説に出てきた風呂のようですよ。やっぱり見覚えがありました。だからこの部屋ですが、踊り子7号室ですけども、山口百恵、吉永小百合と言いましたが、他に三浦ひばりさんも主演で使うんだと、多分他の方ももっと使ってるんだろうな。これだけなんかの舞台になったってところがはっきりしてるの、ずいぶん分かりやすいですよね。こんな感じです。貸し切り使用中ですという札を自分で裏返すことによって使えます。ですね、これ脱衣所ですけども、これもまあ相当古そうですよね。てか脱衣所なんて基本的に昔からずっと脱衣所なんですから、まああんま変わらんでしょう。今回はですね、人がいないところであればバーンを映しても問題ないということですね。こういうこといろいろと、私の動画までいつも見ていただいているそうで、ありがたい話なんですが、撮影させていただいております。これね、すごくいいですよ。入ってるびっくりした。まあ、これまず撮影の都合上まで浴衣着てますが、すぐ脱ぎますからね。このこうだんだん折れていって、
こういうこう下の見下ろすところにある古船、いやなんか風がないような気がする。まだお湯は使ってませんけど、でさらにあの翌朝の話なんですが、ここからですねあの風呂に浸かっていたらばあの向かい側の川を隔てて反対側に共同湯、まあ、町のお風呂があるらしいんです。それは今でも、ね、あるらしいんですけど、その風呂から踊り子がこちらへ向けて手を振ってくると、あーもしもーしみたいなそんな風にこと言ってんですね。で、あそれを見てあの裸のまんまですね、あの踊り子がこっちに向けて手を振ってるんですけども、あなんだまだ裸であの向かい側に知ってる人がいるからって手振っちゃうぐらいに、あまだ幼い女の子なんだと言って、川端康成がね、あなんだまだあの純潔な女の子、あこれは嬉しいなと言って、あのこれで、風呂に入りながら、ね、喜んだんだそうです。温泉街でなされるね、そういった類の仕事ってのはまだ残ってるのかどうか、あの僕はあんまり知りませんけど、まあでもとにかくあの踊り子はね、前の日の夜も普通に太鼓叩いてそれで終わったと。あーなんだそうか、昨日の夜も太鼓叩いて終わったし、あよかったよかった、川端康成も安心し、そしてまたもう少し、長くこの宿に滞在しませんかと、一緒にねあのこの風呂にあの入りに来た旅芸人の中にあの一人にいた、男性に誘われて、もう2泊延長することを決めたのでした。まあ私は明日立ちますけどね。あのここのいいところは、このお湯自体もちょっと厚めだと思いますが、私熱いの苦手なんで、まあ、温度としてはとてもね、一般的にはちょうどいい温度だと思います。そしてまたあの上の方へ、温泉の湯気、熱気が溜まって、でこの部屋全体があったかいんですよ。だから、ね、体洗ってる時とかもそんなに寒くない、これいいですね。でちょっと上の方で外の川のせせらぎなんかも聞こえてきますんで、まあおそらく大正時代には踊り子のこっちで呼ぶ声なんかも聞こえてきたんでしょうけど、それがまたねあのちょっとした露天風呂感もあっていいですね。ちなみにここあの露天風呂もありますが、あの特に多分加温とかはしないんだと思いますので、冬のこの時期になりますとちょっとね温度があの下がってくるんで、あまりおすすめはしてないそうです。はい、そして明かりました。ガラガラガラ。お風呂に入ると結構喉が渇きます。自動販売機がありますので、風呂上がりはアクエリアス。美味しいね。風呂上がりにちょっと外をぶらっと見て、旅館の夜の様子とか映してみようかなと思ったんですけども、あのこのように鍵がかかっております。こっちとそれからこの上と角度は2箇所鍵がかかって、結構ねしっかりしたロックです。まあなんで多分宿の人に言えば、まだそんな夜遅い時間ですもん、10時15分くらいなんで、多分宿の人もいるとは思うんですけど、まあでも帳場も閉まってるし、よっとちょっと出かけんのはやめにしておきますかね。まあ、こういう和風の温泉旅館の夜は早いっつうことで、その代わり朝も早いはずですから、朝も6時ぐらいからもう多分開いてんじゃないですか。それからねロビー帳場、それをちょっと入ったところにこんな川端康成資料館的なところがありまして、それこそですねこの旅館福田屋さんにやってきた川端先生が撮られたというか、まあ写った写真、そういったものがねあの普通に飾ってあったりします。本人は高校生時代、まあ、あの旧制高等学校生時代にもここを訪れてましたが、それ以降もですね晩年ずっとここを結構愛して、何度も何度も足を運んだりとか、まあ、結構伊豆の踊り子に出たようなところについては通っていたようでして、記念品だの記念写真だのそういったものが数多くあるし、映画化をするときにもその映画の撮影を脇で見ていたりしたんだそうです。これすごいですよね、10番に10番を重ね、まあ、もう伊豆の踊り子のね小説でもうほんとずらーっと出てると思うんですけど、本当はね動画のコメント欄に伊豆の踊り子の全文を掲載しようと思ったんですよ。なんかネットに出てたんですけど、ただそれ著作権侵害らしいんですよね。まだね、没後50年経ってないんで、よく考えたら著作権は切れてないんですが、意外と最近まで生きていられた方なので、だから映すことはできないですけど、僕の持ってたのはこれですわ。そんなね長い話じゃないですよ、伊豆の踊り子って。読んでも特急踊り子に乗って東京から乗って熱海着く前には普通に読み終わるぐらいの短い話なんで、まあ、ぜひ皆さんもお手に取って読んでもらえたらと思います。高校の時になんか朝読書みたいな変な習慣がありましたね、高校の時だったと思うんですが、これをね持ってきて読みましたよ学校で。まあ、外に出られなくて部屋に戻ってまいりましたが、ここから窓が開きますんで、外の雰囲気は感じられます。さっき入り口でもね映しました、日本人を守る会と書いてあります。
日本人を守る会って私そんな詳細は知らないけど、あのいい温泉に行くとね、まあアクセスの悪いところが多いんですが、あのどこも素晴らしい温泉があります。行ったところではね、秋田県の日陰温泉紹介したことないか、あとはあの山形県のこの間も言いましたかね、滑川温泉、福島へ、あそこもいいところでしたね。それからここもそうだと、まあ、ここはアクセスもいいしね、あの時踊り子から降りてバスで30分ぐらいじゃないですか。最寄り駅は川津駅、伊豆の踊り子の、小説と同じように旅をしたいのであれば修善寺からバスで1時間ほどです。ちなみに超今更なんですけど、まあやっぱり旅館といえばね、お茶とそれからあのお菓子セットがあるもんでして、いやーよっこいしょー、いやいいだろう、私ぬるいお茶の方が好きなんですが、あ、ぬるくなってるな、いいこといいこと、よし、お茶とそれからね、お菓子はね、踊り子もなんかこれは基本的に踊り子ですね。旅行チャンネルの今回の旅を全部まとめた動画で、多分このお菓子とかもね、あのもうちょっと詳しく、このお菓子屋さんたまたま行ったんですよ。でそこの商品これ買わなかったんですけど、それが出てきましたんで嬉しいですね。はい、で翌朝になりますと、はい、ガラガラガラ、橋のところなどお掃除もされてますが、いやいいですね、やっぱり川の流れがすごく遠くまでザーッと見えるわけじゃないけど、こう見下ろす感じがいいな。お掃除の方とも目が合いましてご挨拶、お互いに一礼しました。朝食の会場というか個室ですが、すごいまた来ましたけどね、あの向かい側にもまたいろいろ立ち並んでいるのが見えます。でも多分向かい側の建物は随分当時とは変わってるんでしょうが、まあなんか踊り子が泊まってたキッチン宿とかもどっかその辺にあったんじゃないですか。朝ごはんはこんな感じですが、スラッと本当に品数たくさん、朝のね早い時間から多分また準備していただいてるはずですけどね、ありがとうございます。このようこそ伊豆へお海苔、これやっぱ朝 の, あの定番のね、旅館の味付き海苔ですけども、わさびの風味がついております。うん、いいご飯だ、うん、これわさび付きですね、うん、伊豆のわさび漬けは優しい辛みですよ。これ確かにね、そう、あんま辛くは感じない。味噌汁も具がたっぷり入ってるんですけども、うん、あ、美味しいわ。うん、上質な朝を送ってる気がする。これ茶碗蒸し、ジャムって知ってるよりお豆腐でしたね、もう美味しい、よいしょ、朝のこの景色はいいですよ、こうひんやりピリッとしております。で、こちら側も、まあ、ちょっとなんか黄色いですけども、あのモミジみたいなやつが植わってまして、これがあの、動画じゃなくて間違いで小説にも出てきた、先ほども紹介した橋です。やっぱその出たところの雰囲気がとても素晴らしいわ。あの入り口のところのこういう感じと、あのうちの部屋はこの2階のこの部分ですけども、あのこういう感じのこの作りね、下は、踊り子資料館になっておりまして、上のあそこが客室、昔は下も客室だったんですかね。今立派なベランダデッキ付き、まだ今の時期伊豆はあったかいですね。いや、暖かくはない、普通に寒いんですけど、あの紅葉がね、まだまだあのかなり残ってくれてるのが、あの本当に雰囲気があってよろしく。いや、いいなぁ。柱側がおそらく明治時代からずっと建っている変わらぬ建物で、多分ですけどもお風呂はね、あの辺だと思うんですよね。下に何かこう源泉かけ流しかな、あの落ちている水がありますけども、すごいな、ちょうどね旅館の反対側ですけども、あの話に書いてあった通りにありましたよ。ただあのこの辺りに住んでいる人共有の、浴場で普通の人は入ることはできないということですが、ちょうど今ねお掃除の時間、掃除をされている方からあの写真を撮るだけならばと、お許しをいただきました。どっちが男でどっちが女湯なのか分かりませんが、こんな感じで外から丸見えというのも当時とあまり変わらず、まあ、今は扉がついてますからね、いつもは閉まってるんでしょうけれど、ここから裸で向こう側のお風呂場に手を振ってたんですね。
旅館のご主人もね、あの私のことを見えなくなるまで送ってくださったの誠にありがとうございます。いやもう送ってくださってるな、本当にすごいね、こんな離れたところまで。あのまずね、一般的な旅館っぽいところなど焦点を絞ってあのご紹介しましたけども、伊豆の踊り子の物語に照らして、まあ、そのあらすじと同じように私が旅行するという動画もあの用意しておりますので、ぜひそちらもまたお楽しみください。ではどうもありがとうございました。